原初の魔人の出現、シャスヒョルを遠隔操作するキングによってさらなる激戦の地となったキャメロット。その最中、全ての海軍がメリオダスに取り込まれてしまう。魔人王誕生を阻止するため禁呪発動を試みるマーリンだったが、エスカノールが戦場から離脱し絶体絶命の事態に。その窮地を救ったのはリュドシエルだった。ニフ・オコノル・ケジニック・オニコツラ・ニアディ・オヨハン。禁呪完成まであと10分。メリオダス、頼むからまだ目覚めてくれるな。エアマテモーテ。四大天使長の力を見せてやる。すごい、エスカノール殿でも手に負えなかった化け物に傷を。ヘルブレイズオメガ。聞かぬ。これは一度は敵として戦った者とこうして再会しようとは、恩長がもたらした不思議な巡り合わせかもしれません。あなたは実戒エスタロスさん。いえ、四大天使マエルなんですね。だいぶ手ひどくやられたね。お前も人のこと言えんだろうが。皆さん、いや不甲斐なくて面目ありません。健やかなる。ありがとうございます、エリザベス様。それにしてもよく吹き飛ばされてきた僕を見つけられましたね。妖精王が全てを見ていましたから。うん。キング君、君が無事で何よりだけど、キャメロットは苦しい状況と言わざるを得ない。そんな。そうだマイルさん、お兄さんからいろいろと話を聞いています。僕の魔力サンシャインはもともとあなたの恩寵だったんですよね。マイルさん、どうか力を貸してください。そのためならば僕はこのサンシャインを喜んでお返しします。エスカノールの魔力が、マイルの恩寵。マエルさん、もちろんあなたたちの力になるつもりです。しかし恩寵を受け取ることはできません。どうして。恩寵は闇に染まった私を見限り、長い年月を経てあなたを新しい宿主として選んだのです。私にはもう資格がない。お願いです、僕にはもうサンシャインに耐えられるだけの寿命が残っていません。でもこの力がなければ彼らには勝てない。時間がないんです。早くしないと取り返しのつかない事態になってしまう。しかしどうしても受け取れないならば貸してあげましょう。ガリガリチョビヒゲが傲慢発言かました。エスカノール、だから
頼みます。僕の大切な人たちを救ってください。この世のイニコとに近寿完成まであと8分。オメティオイナカン。ヘルブレイズオメガ少子。何、技の威力が突然増した。その薄ら笑いをやめろ。すまないマーリン、おかしい。奴のダメージは確実に蓄積しているはず。にもかかわらず出力が上がり続けているのはどういうわけだ。あれは受けた傷だけではない、自ら崩壊しつつあるのか。奴へのこれ以上の攻撃は危険だ。さすがは察しがいいな。己が命を削るほどにパワーは反比例し増大し続ける。これこそが我が真の魔力、クライシス。そして罪に逆らい元の姿に戻った罰として、この肉体は直に崩壊を迎えよう。我慢比べというわけか。貴様が自滅するのが先か、我々が死ぬのが先か。まずいな。このペースでパワーアップし続ければ奴が自滅するまで持ちこたえることは不可能だ。新たな魔人王誕生のためなりは喜んでこの命捧げようぞ。デュドシエル様、我の術ダークネスが。これは闇夜に陽光が。偽りの帳よ、我が恩寵の前に消え失せろ。夜と雲が吹き飛んでいく。戻ってきたか、エスタロスさん。いや、マエル、マエル、生きていたんだな兄さん。今さらここに何の用だ。目が覚めたのならとっとと天界へ帰ればいいもの。私には聖戦を引き起こした責任の一端がある。しかし決して戦うために来たわけではありません。メリオダス魔人王家の阻止に目をつぶり魔人軍を撤退させると約束してくれさえすれば、私は一切手を出しません。メリオダス、新たな魔人王誕生の邪魔をするな。そんなものなど飲み込んでくれよ。グレイテストさん、力。それは脅しのつもりか。忘れたわけではあるまい。俺にはいかなる攻撃魔力も効かぬ。ええ、もちろん。ならばこれが俺の答えだ。追いこう。
ハーモニコール。日本、この一重機。これが私たちの意志と覚悟よ。東京都心に。マーリン、呪文完成までどれくらい？5分。あと5分で繭の時間を停止させられる。貴様ら！サンシャインの爆発的な力を体の表面だけじゃなく内側にも張り巡らせているんだ。あれならゼルドリスの魔力に攻撃を阻まれない。5分間君を抑え込めれば私の勝ち。5分以内に私を倒せたのなら君の勝ちです。マイル、貴様その程度か！一方的に押されてる。確かにあの体術は団長にも引けを取らない。体内を巡る太陽の力を集中させている。ヘリオスフェア。私は悲しい。もうこの無益な戦いに幕を引きましょう。偽りの記憶だったとはいえ、一時は兄弟だったのです。話し合えば必ず分かり合えます。エスタロッサだったお前が聞いたら一生に伏していただろうな。ゼルドリス。皆さん無事ですか？ヘンディ君こそ。3分切った。あと2分。ジェイド、焦っているようですね。冷静沈着な君らしくない。メリオダスを魔人王にしてまで聖戦の勝利を手にしたいのですか？この世でたった一人の兄をそのような存在にしてもいいと。何とでも言え。メリオダスがそれを望んだ。そしてこの俺もな。何という鬼気迫る気迫。だから邪魔をするな。あと1分。マーリンを守る。足の手になれる。お家閉めてもと。もう諦めろ。君に勝機はない。でないとこっちも限界が近い。
何が君をここまで縛っている？何が君をこうまで駆り立てる？約束は守る。俺が魔人王になったその時、ゲルダは生きている。本当に眉の時間は止まったのか？ホーク君、あれ、鳥が止まってる。ゲルダ、君を救い出す。それまで待っててくれ。ゲルダ、長いようで短かったね。やっほーい、ぽか、シーズンが終わったぜー。バタイマーリン、ご苦労様。兄さん、私は今は何も言うな。よかっただね。マーリンさん、大丈夫ですか？答える。団長殿には後でたっぷり酒をおごってもらわねばな。ヘンドリクセン、マーガレット姉様とギルのこと感謝するわ。なぜそのことを？キング様が冷蔵でずっと見ていたの。無事でいてさえくれれば。あら、眉の中身が空っぽ。約束は果たしてもらうぞ、魔神王。